これ17期に読ませなくてよかった本当に。はい、え待って年齢で言ったら一緒ですからね。あそうだっけ。まだ私19。なんか田口鈴木さんはなんか25ぐらいのイメージ。確かにねえ。はい。じゃあちょっとあっちのカメラにいただいていいですか。ちょっと右側で立ってもらっていいですか、ね、そうだね。立たされてかわいそうやる気満々みたいだなって。そうですね。ちょっとかぶっちゃうから。はい、はい、じゃあそこで、じゃあゴールデンウィーク、はい、2人で旅行の予定を立てながらの萌え台詞見本。5秒前4321。ねえゴールデンウィークどこ行く。温泉。え一緒に入りたいの。ダメまだ早い。え？これを畠山さんが弾いたらどうする気だったんですか、それ。確かに本当に困っちゃうよ、本当に。大事故ですね。事故だよ、本当に。はい、もし本当にやばいなったら言ってね、ちょっとね。この、はい、誰がどれを選んだか分かんないから。はい。そうだと思います。多分ね。ちょっとその平瀬さん、確かに不思議なんだよね。そう、じゃあ誰から行く。じゃあ私から行きます。はい、はい、先般畠山さんからですね。はい、こちら。じゃあ畠山さん、ゴールデンウィーク橋本さんです。失礼して、橋本さん、橋本さん、ゴールデンウィーク、本当大変失礼しました。橋本さん、ゴールデンウィーク旅行の予定を立てながら5秒前、4、3、2。ゴールデンウィークは私の家で手料理食べたいって。いいよ。でも料理食べたら食べるだけだからね。食べたらすぐに帰ってね。それもやばくね。これも結構際どいな。これも結構やばくね。あぶね。ちょっと待って。ちょっと波動の人もうちょっと選別して渡してくれるこれ俺に。これ橋本さん何歳だっけこれ。は18歳になりました。ギリダメだろこれは。まあ18ね。あちょっと畠山さん大丈夫、一回見せて。ちょっと私めっちゃ大丈夫ですよ。ノリノリで読んじゃう。あこれまあこれもだから未成年いるときに旅行っていう設定がダメなんだよな基本な。確かに。あちょっとごめん、これ考えるわ次から。大美香さんって人にぶち切るとこはちょっと本当に本当に。はい、さあじゃあちょっと、まあ、畠山さんなら大丈夫だと思うね。はいはい、畠山さんあちらですね、ゴールデンウィーク旅行に行く萌え台詞まで5秒前、4、3、2。ねえねえ一緒に旅行しよう。二人きりならどこ行っても楽しいよね。あいいですね。かわいい。こういうのだよね。これを待ってた。おかしいのよ。素晴らしいですね。じゃあ平田さん、平田さんの実家内容ちょっとチェックだね。確かなこれ大丈夫だったと思うんだよね。はい、ちょっと意味が分かんないむしろね。本当に意味分かんないんですけど。はい、どういうこと。まそうね、じゃああちらのカメラにね、はい、行きましょうか。はい、女優ですからね平田さんはね。お願いし、演技お願いしますよ。はい、バシッと5秒前、4、3、2。ゴールデンウィークはゴールデンキウイ食べながら一緒に過ごそうよ。だってゆきちゃんゴールデンウィーク、ゴールデンキウイ好きじゃん。どういう声セリフ。やだどういうこと。ちょっと男性側のセリフじゃないですか。これさ、ゴールデンキウイって何そもそも。いや、キウイ。黄色いキウイです。キウイ。あれゴールデンキウイってありますよね。あれか、うん、あれが好きなの。え、まあ好きですけど。うん。てか、確かにこれ男性じゃねこれ。うん、ちょっと意味わかんないんですけど。ゴールデンかけたかったんじゃない。こっち言っとく、うん、ね、こっち言っといて。あこれは、平田さんはまあ大丈夫だよね。ギリ対応してるんだっけ。待って、ちょっと待って、あのさ、なんで私はさ、負けてないのにまずやらされた。あのさだから、でもくるみさんっぽかったじゃん。え、どこが。え、いや、もろもろ。いや、待って、おかしいイメージ。あ、そう。どんなイメージ持たれてんだ。まあ、平田さんが OK であればやるそれ。やだか、やめとくか、やめとこ。え、やめよ。こんなのやめたくないよね。ちょっと見せてくるみさんそれ。これ、はい、これあの山部さんが読むから、はい、やだよ。やるか。山部さんの読みたい人お願いします。一番リアル、はい、大人のちょっとね、まだ平田は早い。やらないっすよ。平田は早い。平田さんの方が聞きたいです。うん、AKB48 展開って波動感。これ結構大丈夫かな平田にやって。そしたらじゃあるじゃないですか、うん、倉野さんの名指しのやつあったから倉野さんに呼んでもらいます。倉野さんがやって締めるか。なるさん、あ、倉野さん、これは良い。これは良い、ほんとごめん。
でもあの人すげえ罰ゲーム嫌がってたんだよ本当。何のために戦ったみたいになるよ。いつも名指しでね、クラノンさんに呼んでくださいと。なるよ。はいはいはい。まあちょっとあのこれクラノンさんがやる意義もあると思うので、はいこれは。はいはいはい。じゃあちょっとクラノン監督いいですかここは。はい。じゃああちらですかね。はい、ゴールデンウィーク。クラノンさん、クラノンさん、あの振ったのこの人なんで、この人なんで。はい。はい、じゃあ、5秒前、4、3、2。ゴールデンウィークはやっぱり旅行でしょ。行くところは熊本、タイギャヨカトコバイ。すごい、しまった、最高。はい、17期の皆さんとクラノーさんに大きな拍手をお願いします。素晴らしい。さすが。え、なん、え、でもなんでやっちゃったんだろう。いや本当にね、なんでだろう。クラノーさん、そうですね、まあでも熊本のおすすめはいっぱいあるので、美味しいもの食べてほしいなって、このまあ熊本に惹かれてちょっとやっちゃったけど、こんなに萌え台詞を簡単にやっちゃダメだよなって。そうだね、価値が下がっちゃうんで。あと一言だけ言っていい？はい。ちょっとすげえいい感じだったから止めなかったけど、はい、最後の方言よく聞き取れなかったんだけど、なんつったの。タイガヨカトコバイって言いました。タイガヨカ、タイギャ、タイギャ、タイギャっていうのがとてもって意味です。あ、とてもいいとこだよってことね。とてもいいとこだよって言ってます。いや、ありがとう。じゃあ倉野さんにもう一回大きな拍手をお願いいたします。はい、本当に熊本行ってください。いや本当にありがとう倉野さん。